はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。5時過ぎましたね。土曜日でございまして、外は暗くなってきました。まだね、5時でこんだけでも光があるっていうのはちょっとびっくりしましたね。まあ、いつもね、閉めてるからわからないんですけどね。今日はね、ちょっとね、あれですね、気候もいいんで開けっぱなしにしております。はい、この紙でも今日読んだんですけどね、あれですね、センテンススプリング週刊文春でございますね、の私が今見てるのは文春オンライン、紙の雑誌でも出てました。この記事どういうのかと言いますと、示談金2000万円、卑劣で悪質、荒井博文が裁判官の心象を悪くした言葉というタイトルですね。ちょっと読みましょうか。派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、一審で懲役5年の実刑判決を受けた元俳優の荒井博文被告、過去41、10月12日に控訴審の初公判が東京高裁で行われたものの、本人は出廷しなかった。これ本人は保釈されてるんですかね。控訴審では改めて弁護人が、荒井は女性の言動から合意があると誤信しており、強制性交に当たるとの認識はなかったなどと無罪を主張。さらに、仮に有罪だったとしても懲役5年は重すぎて不当だという主張が追加された。完全無罪は厳しいと見たが、実刑回避のため、有罪となることを譲歩した形だ。まあちょっと苦しい主張ですよね、弁護側としては。合意があったと主張するんであれば、これ無罪の主張になるんですけど、仮に合意がなかったとしても、みたいな、と踏み出してきてるということはですね、まあそれはしゃあないなと思ってるわけですね。で、もうちょっといきましょうか。一審では無罪を主張しつつも、被害者に謝罪したり合意があると思ったと強弁するも、不安もあったとこぼしたり、やや自己矛盾に陥っていました。各派遣型マッサージ店はグレーゾーンな店と一方的に評し、女性は言っていることはおかしいと切れる場面もあった。自分の行為に冷静に向き合えていないのでは…と裁判官の心象を悪くしました。まあ、ご本人が法廷でそんなことをおっしゃったんでしょうかね。女性側は法廷で荒井が真摯な態度を見せれば示談も考慮する構えでしたが、結局交渉の余地を自ら閉ざすなど自滅した印象です。司法担当記者。東京地裁は合意があったと誤信するとは到底考えがたい、卑劣で悪質と厳しく断じ実刑を言い渡したのと。5年ですよ、5年。ちょっと飛ばしますね。弁護人が、このあれですね、司法担当記者の証言です。弁護人が被害者と民事上の和解が成立したと法廷で明らかにしたのです。これまで荒井側は示談金1000万円申し出ていましたが、女性側が拒否したことで2000万円に倍増させました。女性はそれでも示談に応じなかったのですが、控訴審がコロナの影響で遅れ、今一度交渉を持つ時間が得られたのではとの見方があります。和解成立したん。荒井の弁護人を務めてきたのは張正芳弁護士ですね。在日の方でしょうかね。刑事弁護界のレジェンドと呼ばれ、ゴーン事件も担当した高野隆弁護士の愛弟子だ。長所は冤罪事件や外国人事件を積極的に手掛ける弁護士。ホームページではこれまで控訴審での逆転無罪3件を含め、無罪判決を7件獲得したと記しています。ほんまかーみたいな。一般に被害者と示談や和解が成立すれば実刑ではなく執行猶予付きの判決が得られる可能性も生じる。その場合、法律上は懲役5年の判決にそのまま猶予はつけられない。そこで執行猶予付き判決が一番重い懲役3年執行猶予5年が検討されるかもしれません。執行猶予獲得で芸能界復帰を目論んでいるとの観測も出ているが、果たして社会に受け入れられるか。控訴審の判決は11月17日って、まあ、迫ってますね。確か荒井さんも在日ではなかったかと思うんですけど、だから同じお仲間の弁護士なんでしょうかね。
でもこの通りであって和解が成立したということであればですね、執行猶予もあり得ますね、というかそうしてあげなかわいそうやんということになります。しかし、まあ、なさったことはですね、多分相当、まあ、悪質、裁判官がそう認めるほどに悪質なようでしてですね、2000万が2000万なのか3000万なのか分かりませんけどね。でも5年間別荘で暮らすことを考えれば3000万は高くないと思うんですよね。まあ、でこれ、まあ、慰謝料ということになれば受け取る女性もですね、そこに税金を払わなくていいんですね。まあだから、まあ良かったんではないか、まあ、3000万か2000万か知りませんよ、ここでは明らかになってないんですけども、この方時々、僕なんかあんまりテレビ見ない人間なんですけど、時々ドラマに出てらして、ものすごいこあれですね、性格俳優ですよね。なんかこう写真のキャプションに犯罪者をやらせたらって、まあ、演じるの縁ですね、やらせたら日本一と公言していたって、ご自身でそうおっしゃってたんですかね。でもご自身がほんまになってしまったらシャレにならんやんという、そういう話ですね。ここに書いてある通り、こういう事件っていうのは合意があると、それは事件じゃないですよね、犯罪ではないんですよ、合意がないと犯罪になるわけですね。そこがものすごく微妙で、要は似たような行為って日本中で今日も昨日も今この瞬間でも起きてると思うんですけど、ありがちなことですから。しかしこうやって事件化されて裁判になるものって全体の 1% もないんちゃうかなと思いますね。でそのどう言いましょうね、弁護士が入って話し合いをするのも 3% もないでしょうね。大半が泣き寝入りになってしまっちゃうかということで、非常に社会的なですね、見方は厳しいですね、これに対する。ですので今回どうでしょうね、11月17日控訴審判決というのはですね、高等裁判所の判決でございます。まあ、そこで出たらですね、まあ、もう一回最高裁であるんですけど、何と言いましょう、その最高裁はもう証拠認定とかしませんので、よほどのことがない限りは。で次回の17日判決でほぼ確定ということになります。で合意があるんであれば普通はあれですね、執行猶予が出ますんで、執行猶予5年間でですね、その何もなさらなければ、変なことをなさらなければ、警察や裁判所のお世話になるようなことをなさらなければ、それでもうどう言いましょうね、刑は猶予されると、猶予されたということになります。まあ、でその間にお仕事がもちろんできますよ、できるんですけども、果たしてどうでしょうかね、これその執行猶予でよかったね、じゃあこれやってと言えへんでしょう。前のようにテレビドラマに頻繁に出るというような復帰があったとしても、5年先10年先ちゃうかなと私は思いますね。私は別にね、芸能人がよくやってる不倫とかあんなどうでもいいんですよ。あんなはどうでもいいと思うんですけど、ご本人同士で合意でやってるわけですよ、あれこそほんまに。合意せずにやってる人はいないわけであって、お互い合意してやってる大人の世界の話だったらどうでもいいんですけど、これはね、被害者がいらっしゃって、でそれ、当初、ものすごい高飛車に出てたというふうに報道されてますから、お隣さんじゃないですけど、被害者感情、あるいはそのね、世間的なことを考えればですね、それなりにその追及、されて叱るべきではないかなと思いますね。だからその後のですね、社会復帰もですね、全くそんなもう仕事入れへんとかでも、それもまた問題だと思うんですけど、またこう当然のようにね、同じようにテレビ出てるみたいなことになるというのもですね、今一つこう納得しがたいものがあるのではないかなという気はしますね。非常にその
僕は好きではないですけど、実力のある俳優さんなんてね、2、3年、4、5年経ったらですね、また復帰できる場面があればいいなとは思いますけどね。で、まあ何よりも二度とこういうことはなさらない方が、誰のためにもなると思いますけどね。はい、という文春オンラインの記事でございました。これ誰でも見れますんで、ただ貼りません、これは。はい、文春オンラインタイトルだけもう一回言いましょうか。強制性交に当たるとの認識はなかった荒井博文が裁判官の心証を悪くした言葉というタイトルでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。